下地幹雄君。私が先ほど質問したその橋本さんの話の中では、橋本さんは東海岸ということをおっしゃったんですか。おっしゃった、はい。じゃあ普天間は返すけど東海岸に内外を作るということを明確に言ったわけですね、電話の中では。最初は東海岸と言ってですね、田さんはっきりと辺野古と言わなかったわけです。はい、下地幹雄君。終わります、ありがとうございます。はい、次に遠山清彦君。